ファイターズガールの田中志優です。今日は皆さんにとって素敵な時間となりますように。またエスコンフィールド北海道の魅力やファイターズがもっと好きになる情報をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ツアーの使用時間はおよそ50分程度を予定しております。途中ご気分優れなくなった場合は私や後ろにいるスタッフまでお声掛けください。それではツアー出発いたします。こちらにお進みください。階層が違う作りになっているのをお分かりいただけますでしょうか。一塁側の入り口は2階に、三塁側の入り口は1階にある、とても不思議な作りとなっております。またどこを歩いていてもグラウンドが綺麗に見えるように、もともとの地盤面から20メートル掘り下げた場所にグラウンドが作られました。このお部屋ですが、こちらが試合後に監督や選手が記者会見を受けるインタビュールームとなっております。今までの日本の記者会見場の雰囲気とはかなり違う。ファイターズがインタビュールームの先駆けとなるようにデザインもかなりこだわって作られております。中をご覧いただきますと、ファイターズの歴史の中では象徴的な新庄選手、大谷選手、ダルビッシュ選手の3名に敬意を表して壁に素敵な写真が飾られております。はい、皆様一度ダグアウトの中にお入りください。お写真の時間後ほどお取りします。下の方に今皆さんがいらっしゃいますのは一塁側のファイターズのホームベンチですが、三塁側にはない新庄監督専用のシートが作られております。新庄監督から左右どちらからも見られるようにとの要望がございまして、左右対称なデザインで両端に配置されております。こちらのベンチ、よくご覧いただきますと、赤、黒、金の新庄監督のカラーとなっているんです。